はい、ありがとうございます。はい、トヨタ自動車の近藤が、ブログギャン、えー、スペシャリ、えー、リセンタグルドスキンリプレゼンテーションについて発表します。はい、まず、初情報概要についてです。まず、論文名は、先ほど述べたもので、ECCV22 に採択されている論文で、この論文のキーワードとしては、シーンズ、ジェネレティブモデル、ミッドレベルリプレゼンテーションになります。著者らはですね、UC バークレーとアドビリサーチで、ラストオーザーがアレクセイ、さんです。はい。で、URL に関しては論文プロジェクトページ、コード、あとデモが、コラボで公開されています。で、設定が明記されている状況は、当論文より引用しております。はい。まずタスクなんですけれども、あれ、どうぞ覚えてない。タスクは、画像生成と編集になっていて、オブジェクトの概念っていうものを、ここら辺で動いてる、ブログなるもので表現しています。で、ブログっていうの意味、ちょっとすみません。僕、ちょっと英語弱くて、知らなかったんですけども、反転とかシミっていう意味になります。はい。で、論文の概要です。問題提起としましては、はい。解析と、合成タスクのためのシーンモデリングに焦点を当てています。で、クラスファイヤーやディスクリミネーター、従来ですと、台所などのシーンクラスっていうのと、椅子などのオブジェクトクラスを同列に扱ってるというのが問題だと指摘しています。で、またセマンティックセグメンテーション、ピクスとピクスなどの、イメージとイメージのようなタスクにおいては、各画素に対応する教師データが、必要であり、ボトムアップ的な、ピクセルワイズな推定をしているというところが、問題だと。で、また条件付き画像生成においては、表示された特定のクラスのための中間表現、後ほど説明する中間表現というものの表現に留まっています。で、このディスエンタングルメントに関しては、シーンとオブジェクトを分離した形で、それぞれ独立に編集する多くの研究は、教師データが必要です。で、これらの問題に対して、提案としましては、アンスーパーバイズの中間レベル表現というものを、提案しています。で、ここで言う中間レベルっていうものは、画像単位でもなければ、ピクセル単位でもないその間の表現。後でちょっと、わかりやすい図が出てくるので、そちらでイメージしてもらえればと思います。で、二つ目が、オブジェクトの位置や大きさなどが表現された中間表現を操作する、高品質かつ直感的なインターフェースを提供します。はい。まず先行研究です。中間レベルの新表現ということで、従来いろいろな研究がされています。で、ここで、大きく3つ、新表現の、様々な検討が、されていると、論文の中で述べられていまして、まずトップダウンですね。こちらは、この下のように、このような画像があったときに、ベッドルームというような、クラシックションのような形で、画像全体を表現する。もしくは、今、最近だとイメージツーテキストとかですかね。はい。で、一方で、ボトムアップの方はですね、このような、セマンティックセグメンテーションや、パノプティックセグメンテーションのように、ピクセル単位で表現することを述べて、指しています。で、これの、らの中間に位置するのが、ミッドレベルだと主張しておりまして、双方の伸縮表現を用いたり、その中間的な流動で表現することを、ミッドレベルと定義しています。で、ブログでの、新表現ということで、過去の研究に、インスパイアされていると述べてまして、かなり昔の論文ですけど、ブログワールドというものを、ベースとあ、コンセプトとして持っています。この論文では、新表現というものを、適当量空間ですかね、多分、ガウス型のブログで、表現をしてまして、このように、なんかスーパーピクセルみたいな形ですかね。それぞれのセマンティクスに、適合するような、画像領域として、認識をして、その領域ベースで画像検索システムを構築したというような論文になります。で、このブログのアイディアに、深度順序の符号化を加えた表現を生成モデルに適用したのがこの論文になります。で、続きまして、条件付きの画像生成ということで、かなり有名ですけれども、スタイルギャンや、スタイルギャン2などがありまして、スタイルギャンでは、潜在空間 Z をマッピングネットワークで、中間表現 W に変換して、それぞれを、階層的に、スタイル情報として入れてやることで、画像操作を、できるようにしたという論文です。で、さらにこれを、エクステンドさせたギャン2に関しては、
まあ、いろいろと、ネットワーク構造だというのを再検討を行ったというような論文になってまして、今回はこの、画像生成の、ジェネレーターの方ではスタイルギャン2をベースモデルとして、ブローズをスタイル表現 W として活用すると提案しています。はい。で、最後、ディスエンタングルメントに関してです。ディスエンタングルメント、DL 林読解の方で、何回も、紹介されているので、簡単に述べますが、生成モデル等で獲得される多様体表現などによって、形状や色などの様々な属性のもつれを解くことです。京セラの先行研究例としては、まあ、このような、イメージエディティングで、分けられて、その後、変換をするような、手法が出てたりとか、表紙なしで言いますと、まあ、このように、それぞれの、潜在空間ですね、Z の中で、意味的な、表現として書くことができるので、その後、編集が可能になっているなどがあります。で、このような、教師ありでは結構複雑なシーンを使っているんですけれど、教師なしだとかなりシンプルな、シーンを使っていて、モチベーションとしましては、教師なしでも複雑なシーンにおいて、このような、要素のが自然に現れるような、表現を獲得したいというモチベーションがあります。はい。では、提案手法に移ります。提案手法、あ、ごめんなさい。ここかな、間違えた。論文概要としましては、提案手法は、中間シーンを空間的な、深度順序が考慮されたガウス型。ここでいうガウス型っていうのは、ここの、データ集合の分布のことですね。インプットに入れるノイズのことを指していると思いますが、のブログの集合体としてモデリングしています。で、教師なしで、ブログ表現を獲得していることが大きな特徴です。で、このブログの集合をエンコード情報として、入れてやって、画像をこのジェネレーターでデコーディングします。で、まあ、デコーダーのベースモデルは先ほど申し上げたようにスタイルギャン2になっております。はい。では、内容。提案手法の、詳細について述べます。レイアウトネットワーク F ですね。この部分ですね。この部分と、ブログ表現についてです。主なパラメータ、あ、以下の、詳細なパラメータっていうのは、このようになってまして、中心座標と、スケール、アスペクト比、あとは回転角と構造特徴とスタイル特徴量。で、これらを、まとめたものをベータと定義しまして、それぞれのベータから、一つのベータが一個のブログに対応しているものだと思ってもらえば大丈夫です。で、その後、それらの、ベータの集合を、この MLP で、推定をしまして、ブログの集合を生成します。で、ブログのアルファ合成による不透明度表現というところが、先ほど述べていた、深度順序符号化に相当する部分です。まず、この先ほど出てきた、構造特徴量と、スタイル特徴量、この2つですね、中心から離れるために減衰させるような表現を作りたいというモチベーションがありまして、そのためにマハロノビッチ距離を計算しています。で、まあ、中心からどれだけ離れているかというところですね。で、その後、スケールと距離から位置の不透明度を計算してまして、その最大値対象値を、0から1にするようにシグモイド適用しています。で、これを適用することによって、S をマイナス無限に近づけると、ブログの削除が可能になります。で、その後ですね、ここで出てきた、オミクロンですね、を、うまく、まあ、積算させることによって、アルファ合成、まあ、いわゆるその、まあ、画像でいうような、ちょっと半透明みたいな状態のものを重ね合わせることで、まあ、不透明度マップを計算して、ブログの重なりみたいなものをうまく表現しようとしています。で、最終的には、背景特徴量、ファイゼロと、プサイゼロに対して、オミクロンゼロ1として、各グリッドの特徴量を、突起結合で表現するというものになります。で、これによって、ブログの占有率を表現できるので、Z 方向の前後関係の表現が可能だと論文では主張しており、これによって、オクルージョンとオブジェクトの関係を自然に表現できる。というふうに主張しています。
で、その後ですね、出てきたこの、ブロブ集合表現を、ジェネレーターの方に入れていくんですけれども、従来、スタイルギャンツーマなどでは、ベクトルをここで入力してたんですけれども、今回その空間的に広がりを持つような特徴量を、入力するということで、若干ネットワーク構造を変えていると言っています。はい。で、あとはそうですね、初期等を、消したりなどはやっていたりとか、細かい変更点があります。が、段階的に、特徴量、ファイル特徴量を入れるというところは、スタイルギャンツーと同様になります。はい。で、最後ですね、ディスクルエンタングルメントの促進ということで、この表現をより良くするためにですね、少し細かい、学習の工夫をしております。あるブログが達成している領域が、同じ特徴量ベクトルがまず、あ、すみません。これ自体はそうですね。ネットワークの構造的な話ですね。ブロブ表現がなぜこれでいいのかっていうと、同じ特徴量ベクトルが、ブロブ集合のあたりでは、支配的なベクトルで表現されてて、その領域っていうものは、画像的に自己類似性を持つ画像領域であるので、信頼のオブジェクト表現を促進していると。で、また、ジェネレーターでは畳み込みを主に使っているので、その局所性によってブロブとオブジェクトの位置関係に強い影響を与えています。で、レイアウトと、外観は、先ほどの、ブログの位置と、背景ブログで、背景特徴量で、分離しているので、この学習も促進されます。すみません。さらに、ディスクエンタングルメントを促進するためにっていう工夫が、ここの部分になっていて、ノイズ付与を具体的にはやっています。さっき出てきたですね、X、ブログの中心位置と、スケールと、あと、角度に、独立なノイズを加えていまして、これによって、ブログの正確な位置や背景上に依存した階の収束を防いで、本質的なオブジェクト発見を促進しています。で、その他にも、以下のような概覧条件を付与した実験というものは、アテンディクスに入っていますので、気になる方は、見ていただければと思います。はい。実験結果に移ります。まず、オブジェクトの依存というタスクを検証しています。で、使っているデータセットはですね、L3 のデータセット、新データセットというものを使っています。で、この橙色の、ブログが、ベッドに相当していますが、このように平行移動をさせることによって、後ろの、空間情報は大きく変わらずにベッドだけ移動していることがわかります。で、また、オクリュージョンの、移動に伴ってオクリュージョンの関係が変わりますが、このあたりもですね、赤丸が、オクリュージョン消失領域で、青丸がオクリュージョン発生領域になっているんですけれども、このようにですね、ビフォーアフターで見ると、オクリュージョン関係がちゃんと、取れているなというのがわかります。はい。で、次、マルチカテゴリーデータセットへの適用ということで、いろんな、オブジェクトがあるんですけれども、そこに対して、オブジェクトをすべて消してしまったりとか、新たにそこに、窓の概念とベッドの概念を入れてやって、それを移動させたり、拡大縮小させたりなどの操作もできることを独立に、表現していることが確認できました。はい。で、最後は、調子、あ、ごめんなさい、最後じゃないですね。その他の、先ほどのシーンよりも、なんか、椅子の数が多かったりとか、複雑なシーンでも検証して、ブログの数も増やして、検討をしてますが、このようにですね、それぞれ独立に削除することが定性的に確認ができております。その他の操作としまして、オブジェクトの複製ですね、とか、入れ替えに成功しています。オリジナルのデータに対してベッドだけ入れ替えたりとか、あとは、ペインティングも、スワッピングしてますね、ここで。で、あとは、上のペインティングスに対して、ブログを増やすことによって、似たような、絵画が、複製されていることがわかります。で、ディスエンタングルメントを主張してますので、それが、本当に分かれているのかというのも検証しています。既存のセグメンテーションの、学習済みのモデルで、グランドトゥルースを生成しまして、ブログを削除したときに、既存のセグメンテーションモデルの消失と、一致するかというところで、ブログ表現と、それぞれの、僕らが定義するクラスに、どのような相関性があるのかを確認しています。
で、特にテーブルやペインティングライトなどが独立の表現獲得できているのが、黄色だったりオレンジになっていることで、わかります。で、ここからですね、各ブログの極材化というものを、各オブジェクトの極材化として考察できるでしょうというふうに論文では述べています。はい。で、最後の実験です。提案手法によるシーンオートコンプリートの解析ということで、ここでシーンオートコンプリートというものはどういうものかと言いますと、オブジェクトのレイアウトに関して、存在する同時分布の制約を満たすシーンのサンプリングを実現する機能と言います。ちょっとわかりにくいので、例の方がわかりやすいんですけれども、ある家具が存在するときに、その家具に対応してレイアウトが制限される。まあ、つまり、それぞれブログで、ベッドと、枕が、存在してたとしても、それは、ベッドがなければ枕は存在しないよね、みたいな状態だと思ってもらえればと思います。特定の、背景とある、オブジェクトの特徴量に固定して、実験では初期化をします。で、その後、その他のブログを最適化させることでオートコンプリートを実現するということで、そのシーンに合った、僕らが常識的にはこんな感じだよねっていうものに、画像を、再構成というか、うまく表現してやるというようなものになっています。で、ここで出てきた画像っていうものをですね、従来の、スタイルギャン2、あ、ここでは、そっか、ここでもそうですね。上が、すみません、ちょっと見にくいんですけれども、スタイルギャン。で、下がブログギャンで、生成した画像なんですけれども、SID などの、知覚的品質のスコアにおいても、自然な画像の生成に成功していることが、定量的生成という投稿で確認されました。はい、最後、結論と所感になります。まず結論としましては、シーンの空間的に分離された対象の効率的なブログ表現を提案しました。で、ブログの位置、大きさ、形状等がディスエンタングルメントに大きく寄与していると。で、この表現、かなりナイーブな表現なんですけれども、ロバストな表現を獲得していることが確認されました。で、ここから所感になりますが、やはりかなりシンプルな手法なので、にもかかわらず、教師なしでブログ操作とオブジェクトの対応が人間が直感的に想像する状態、大きさだったりの概念と一致することに、驚いたというのが一番大きな所感です。で、また、あとシンプルなアイデアなので、多くの発展が考えられるなと思ってまして、ブログ生成のためのベクトルに学習済みのクリップなどで、自然言語空間と対応づけることや、ニューラルフィールズ適用させてブログ表現を三次元化、去年、リールインド会で発表いただいたオブジェクトナースは、確かあれ、セグメンテーションの学習モデルとうまく合わせてたと思うんですけれども、このあたりも、このブログギャンと合わせると、面白いことできそうだなと思いました。で、あとは、ブログ表現の改善の余地ってまだまだあるのかもしれないなと思ってまして、例えば背景は一つの、ベクトルで表現されていますけれども、背景にも意味的なセグメントはあるはず。例えば壁とか床などがあるので、これらの分離もできるといい、さらにいい表現になるだろうなと。あとは、やはり減衰する楕円が最適かというと、もうちょい複雑にした方がいいんじゃないかとか、もうちょいシンプルにした方がいいんじゃないかとかっていう話もあると思うんですけれども、このあたりってディセンタルムーブメントがしづらくなるなみたいな、そういう問題も出てくるので、ここら辺は議論の余地もあるかな。あとは、ブログの数、今回、学習時に固定して、推論を行ってきてるんですけれども、固定せずに、能動的に動かせれると、かなり昔から研究されているボトムアップとトップダウンを意識するような、ことが人間のその推論に近いんじゃないかって話と近づいてくるので、まだまだ面白いことができそうだなと感じました。はい、以上で発表を終わります。はい、ご発表ありがとうございます。ご質問とあればよろしくお願いします。簡単な質問ですけど、これはオブジェクト回転することはできるんですか？ありがとうございます。そうですね。ここの中では、このぐるって回ってるのはスタイル変換なんですよね。なので、ブログのその回転の操作は僕、この論文では見てないので、本来なら、楕円で表現してるんでできるとは思うんですけど、示してないか、もしくは、アペンディクスに載ってるかもしれないですけど、ちょっと見切れてなくて、あまり強調していってなかったので、うまくできてないのかなと思ったりもします。いや、でも、ブログは、ガウシアンなので、方向はないですよ。つまり、ごめんなさい。スケールの、ごめんなさい。アスペクト比があるので、いや、アスペクト比があっても、180度回転したのと同じじゃないですか。180度回転、そうですね。90度回転とかかなと思ったんですけれども。
でも、ガオシアンなので、あの180度回転しても同じですよね、はい、形は。あ、180度回転だったら本質的に。だけど、物体はその方向を持ってるので。あ、そうですね。それは違和感あります。うん、あ、多分、まあ、モデルに入ってないんじゃないかなと思いますけど。あ、そうですね。まあ、はい。ありがとうございます。あ、はい、よろしいでしょうか。あ、どうぞ。あ、すいません。ちょっと聞き逃したのかもしれないんですけど、これ、学習って何を入れて学習、どう学習するんでしょうかっていうのを教えてください。確かラベルはないっていうお話だったような気がするので、はい、はい、教師なしですよね。これって、はい、入力は画像、あの写真の画像のみですか？ネットワーク全体に入れるデータは画像のみです。で、実際にジェネレーターに入れる、最初の入力は、いわゆるガウシアンノイズから入力をして、そこから画像を生成するんですけれども、うん、その中間表現がブログとして表現させて、最終的に画像が出てくる。で、この画像が、実際の真の画像と近いようにディスクリミネーター側で、ジェネレーターを採適させているというような感じなので、グランドツルーはない。あ、グランドツルーではないというところがありますね。画像しかグランドツルーはないので、ラベリングされているものはないです。なるほど。これですもんね。このブログを正解データとして入れるわけじゃないとですね。この中間表現は、まあ、勝手に学習される。あ、そうです。おっしゃる通りです。はい。あ、なるほど。で、推論の時は、このブログを入力すると画像が出てくる。あ、はい、そうです。あ、なるほど。興味深いですね。あ、承知しました。ちょっとその観点で、もうちょっと理解を進めてみます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、質問よろしいでしょうか。はい、お願いします。あ、これあくまでスタイルガンの、このダブルがブログになってるってことなんで、既存の画像からこのブログを出して操作みたいなことはできないっていう認識で合ってますか？ありがとうございます。多分なんですけど、それは、多分できると思ってまして、すみません、ここに載せてたか覚えてないんですけれども、元画像の方を、ディスクエリミネーター、あ、そうかな、シンオートコンプリートに近いところだと思うんですけれども、まあ、この画像をベースにして、まずブログが、元画像から、ブログが推論できればいいですよね。その元画像を操作するっていう観点で言うと。なので、うまく使ってやって、そのブログ表現ができる、Z ですね。ノイズベクトル Z っていうものを探索してやると、元画像の表現っていうものを獲得できます。推論時に。で、そうするとブログ表現が出てくるので、そのブログを、右左に移動させると、まあ、一番最初の実験でも出てきたような、まあ、これも元画像があったとしても、まあ、こんな感じで移動ができたりとかするっていうものになります。あ、そうなんですね。その辺ちょっとよくわかってなかったです。ありがとうございます。あと、はい、ブログの個数は固定って書いて、おっしゃってたんですけど、最大値が決まってるとかではなくても、完全に固定してされて、今回はやってるってことですか？そうですね。学習途中には多分変えてなかったと認識しておりまして、実験の中では確か5から50の数で、検証したというので、その変えた時の結果っていうものは、アペンディクスの方に載せてると書いてありました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、質問してもいいですか？はい、お願いします。あ、構造、基本的な質問なんですけど、構造特徴量とスタイルの特徴量っていう、ことについて、ちょっとそれについての具体例とかが例えばこういうものを表現するためのものみたいな、そういうものがあったら教えていただけませんか？ ありがとうございます。例えばよく言われるのは、スタイルトランスファーの研究とかで、例えば鳥の実際の写真があったときに、鳥の写真を、ダリが、絵を描いたらどうなるかっていう時に変換を考えるとします。で、ダリ風の絵に変わるっていうのは、いわゆるスタイルの変換になるんですけれども、その時、鳥の位置だったりとか、大きさみたいなものは保持したいっていうモチベーションはもちろんあると思うんですけれども、その大きさとか、幾何的な情報っていうんですかね、っていうものが、構造特徴量とみなしているという説明になりますが、こんな感じでいかがでしょうか。あ、ありがとうございます。スタイルの特徴量は、どうですか？あ、スタイルの特徴ではいわゆるその、なんだろう、ダリ風だったりとか、なんちゃら風みたいな、インって言うとおかしいですね。なんか。なるほど。
デザイン的なイメージですかね。要するに構造特徴量が例えばパワーポイントでいろいろスライド作ったりするときに行えそうなことで、下の特徴がその背景の雰囲気みたいな認識。そうです。あ、わかりました。ありがとうございます。これ言うと、はい。なるほど。ありがとうございます。あ、またちょっと細かい質問なんですけど、これ、はい、ジェネレーターに使ってるこのネットワークって別にあの 3D レンダラーとかそういうものは使ってなくて単なるディープネットなんですよね。はい、はい、そうです。ブログの位置情報によってその物体が実際になんかいろんなとこにこう描けるわけですよね、はい。それができるっていうのはこの、あ、ちょうどこのスライドの、各レイヤーにブログの情報を突っ込んでますよね。はい。それが肝になるのかなと思った。つまり、一番上から単に、一番上に突っ込むだけではこうはならないと思っていたので、そうなんです。スタイルキャンとかもそのテクニック使ってるみたいですけど、その辺が肝なんでしょうかね。ありがとうございます。多分、それはすごく重要だと思ってまして、従来、そのベクトルリストなんで空間的な、位置制約みたいなのは明示的に組み込めなかったんですけども、今回それができるようになって、ブログ表現できるようになっているので、段階的に入れることによって、そういう相乗効果は生まれてるだろうなと思っています。で、やっぱ、たたみ込みっていう主張も多分言ってた通りで、局所特徴量をベースで見てるっていうところがあるので、位置がそんなに大きくずれない。のもあるんですけれども、先ほど言われたように段階的に入れることによってその制約をさらに強めてるんだろうなというふうには思います。すべての層にこうやってブログの情報を突っ込んでるっていう、はい、うん、なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい。他はよろしいでしょうか。これシンプルな確認なんですけど、図で矢印とか書いてあるのは別に印を入れてるわけじゃなくて、実際に変換かけてるってことですよね。はい、おっしゃる通りです。ありがとうございます。でもう一個は、これ、はい、ブログにするときは、その、出力として出しての平均とかスケールだと思うんですけど、はい。それを画像に直して入れてるんですか？それともこれも形式的なものですか？ありがとうございます。これは、多分形式の表現なんです。実際には、この構造特徴量とスタイル特徴量の次元が奥に存在しているものになります。特徴量マップになります。でも、ブログとして、表現としてはこう画像みたいになってるってことなんですかね。で、チャンネル方向があって。あ、はい。ってことは、これ複雑な分布しようと思ったら、サンプルして勾配が切れないというか、なんかリパラみたいなのが使えないと、レイアウトネットワークに、勾配が戻らないっていう、そういう構造になってるってことですか。自分可能性ちゃんと担保できてるのかっていうのはちょっと僕も思ったところではあるんですけれども、なんかその直接そのまま入れることもできるというか、なんかこれが形式的な表現、単に形式的な表現なのかなと思う。ああ、そういうことですね。わざわざこれに変換させる必要はないんじゃないのっていうことです。あ、そうですね。あ、なるほど。あ、してるのかどうかはちょっと気になったんですけど、それで。あ、はい。多分してると思います。っていうのも、多分これでカーナビスの距離計算したりとかで、重ね合わせの計算をしないといけないので。ああ、まあ確かにそうですね。はい。そりゃそうですね。うん、わかりました。はい。確かにそうですね。じゃあ、まあ複雑にしようと思ったらその辺が難しいところではあるんですね。そうですね。おっしゃる通りです。はい。わかりました。あ、いや、でも面白かったです。あ、ありがとうございます。はい。では、まあ、時間もだいぶ過ぎちゃったので、この辺にしようかと思います。はい。近藤さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。